日本企業を退去して中国脱出へ日本政府に申請殺到。フランスの RFR によりますと、日本政府が創設した中国脱出補助金について、これまでに1670件の申請があり、2200億円の予算の11倍まで達したことが明らかになりました。 現状は主に中国から他国に生産拠点を分散させるために申請が行われているようでございますが、現在中国政府、中国共産党が様々な問題を引き起こし続けており、ジャーナリスクが日に日に高まっております。また中国で日本人が不当に拘束される恐れもあり、 現状はオーストラリア人などが被害に遭っておりますけれども、この中国脱出補助金については、日本政府としては表向きには日本企業の部品供給網の安全保障を強化する目的がございますが、事実上の中国に対する経済制裁にもなっております。こういった日本政府の動きは、 世界に先駆けたものとなっており、アメリカなども通従してきておりますが、日本政府には今後も中国など日本の脅威となっている地域に対してあるとあらゆる手段で対抗し、国民を企業の皆様を可能な限り守っていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。